新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、県がゴールデンウィーク期間中にホテルなどに出していた休業要請は明日解除されます。これを受け、神戸市北区の有馬温泉では観光客の受け入れ準備が始まっています。およそ30軒の旅館や温浴施設が並ぶ有馬温泉では、ゴールデンウィーク最終日の今日もほとんどの店が閉まり閑散としていました。明治元年から営まれるこちらの昆布店も4月から休業し、売り上げも9割近く減ったといいます。一方、およそ800年の歴史を持つこちらの旅館は、自主的に4月3日から休業し、1ヶ月間売り上げがなかったということですが、明日の休業要請の解除を前に、観光客を受け入れるための準備に追われていました。営業再開後も3密の状態を避けるため、入場制限を実施するほか、感染防止のためにフロントにはアクリル板を設け、客には消毒液を渡すなど対策を行うということです。有馬の湯の力でですね、ちょっと心身を癒していただいてリフレッシュしていただきたいというふうに思っています。この旅館は明日から入浴のみ受け入れ、5月末には宿泊を再開する予定です。